どうも、梶ヶ谷拓也です。今日は皆さんに iPhone でやってはいけないことパート2を紹介したいと思います。まず一つ目なんですけれども、 iPhone の名前に本名を使ってはいけません。iPhone にはですね、AirDrop といって、例えば近くにいる友達に写真とか動画をもらうときに、電波がなくてもですね、直接もらうという AirDrop という機能があります。で、この機能を利用してですね、周りにある iPhone とか、Mac とかですね、そういう Apple 製品を調べるということもできるんです。で、この AirDrop ってもらうときにオンにするんですけど、だいたいオフにし忘れることが多いんですね。昨日出た会議のメンバーとかはですね、だいたい4割ぐらいの本名が分かるぐらいですね、実はこれ切り忘れてしまうことが多いです。で、その時に重要になってくるのが、この iPhone に設定している名前です。で、想定されるケースとかで言うと、公共交通機関とか使ってですね、周りに人があんまりいないような状況だと、この機能をですね、使って自分の名前がバレてしまうみたいな、そういうことにもなりますので、やっぱりですね、 iPhone の名前は本名にしないという必要があります。で、設定の方法なんですけれども、まずですね、この設定アプリを開きまして、で、一般ですね、一般を開きます。で、一番上の情報を開きます。で、一番上にある名前を押します。で、ここに入れた名前がですね、 iPhone の名前になりますので、今もしここ開いてですね、本名とか入っている方がいらっしゃれば、まず本名を必ず消しましょう。で、消した上で、例えばもらうときにですね、相手に見つけてもらうときに同じような名前ばっかりだとですね、見つけにくいってことがありますので、例えばイニシャルだけとか、工夫してですね、何かこう分かりやすいような感じにすると、見つけてもらいやすいし、万が一 AirDrop オフにし忘れてても、自分の名前が表示されないということになります。で、一応念のためですね、 AirDrop 自体も使わないときはオフにする必要があるんですけれども、その場合はですね、コントロールセンターですね、このページ右上から下に下ろすか下から上に上げるかで、ここの左上のところを長押ししまして、で、この左下ですね、 AirDrop って書いてあるところ、ここをこう、受信しないか連絡先のみにしておくと、他人に知られるということはまずないです。続いてなんですけれども、位置情報のシステムサービスで特定の項目をオフにしてはいけません。Apple 製品にはですね、こういう感じで、AirTag といって、もう非常にちっちゃいこういうのをこう見つける機能だったりとか、こういう感じで AirPods Pro とかですね、こういうのを見つけるという機能があります。なくしてしまった時にですね、これがあることによって自分の持ち物を探すことができるという便利な製品なんですけれども、悪用されたらですね、言ったら現在地がバレてしまうということにもなりますの で、先日ちょっとニュースにもなってましたけれども、警察の捜査員のこう車両に取り付けられていたとかって、そういうニュースもありましたので、悪用するという人がいることも考えて、こちら側の iPhone の設定もちゃんとしておきましょう。で、 iPhone にはですね、この AirTag ですね、自分のものじゃない AirTag とか、あと AirPods とかがですね、周りにあるかどうかを確認してくれるという機能がありますので、その機能をこうオフにしないようにしましょう。まずその機能がちゃんとオンになるかどうかの確認なんですけれども、設定アプリを開きまして、プライバシーですね、で、一番上の位置情報サービスで、一番下までスクロールしてもらって、一番下にシステムサービスという項目があります。で、このシステムサービスの中でですね、この iPhone を探すという項目がまずオンになっている必要がありまして、それ以外にですね、この下ですね、利用頻度の高い場所、これもですね、オンになっていると自宅とか、職場に着いたらこう教えてくれるみたいな、そういうこともありますので、まずこの iPhone を探す利用頻度の高い場所がオンになっている必要があります。それ以外にもですね、設定のこの Bluetooth そもそもがオンになっている必要がありまして、で、それとプラスですね、この探すというアプリがあります。ない方はですね、ちょっと検索とかで上から下とかに下げると上に文字入れるので、ここに探すとか入れると出てくるんですけど、この探すアプリを開きまして、で、この右下にある自分という書いてあるタブですね、ここを選択します。で、トラッキング通知というのがそもそもオンになっていない方はオンにしていただいて、で、一応ですね、もうすでにオンの方はですね、このトラッキング通知をカスタマイズという一番下の項目を選ぶと、まずですね、通知がいつ来るかっていうのが出ます。で、これそもそも通知を許可にしないと、この他人のエアタグが近くにあってですね、例えば悪用されてですね、なんか荷物の中に入れられててとかっていう時にこう見つけてもですね、通知がオフだと来ませんので、この通知を許可がもしオフになったら通知を許可にする必要があります。で、それ以外の項目ですね、こういう感じで即時配信ですね、もう時間を置いて配信されても意味ないので、もうすぐに分かるようにこれで即時配信にしてもらったりとか、
あとはまあ基本的にここら辺のゴムですね、チェック全部ついてる状態とかですね、サウンドもオンとかにしておいてもらえれば、これで近くにですね他人のものがあった時に分かりますので、この設定を必ずするようにしましょう。あとですね、あんまりいないと思いますけれども、機内モードもオン中だとですね、これ見つけられませんので、まあ、オフにして普通に電波を拾える状態にしましょう。で、万が一ですね、自分の周りに、他人のこうエアタグとかがある場合はですね、こういう通知が来ます。エアタグはあなたと一緒に移動していますということで、やっぱりこの通知がもし来たらですね、自分の周りにですねこういうのがないかどうかを確認する必要がありますので、もしそういう方がいらっしゃったらですね、説明欄にURL 貼っておきますので、その手順に従って見つけて、無効化することもできます。続いて、他人の iPhone を盗んではいけません。めちゃめちゃ当たり前のことなんですけれども、そういうことじゃなくてですね、万が一これから、盗むかもしれない方に対してですね、iPhone 盗んでも意味ないよってことを紹介します。まずですね、 iPhone、最近だと一番高いモデルとかだと、23万円とかしますので、かなり高額なので、ちょっとこう、盗んでみたいなっていうような気持ちに駆られる方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、まずですね、iPhone11 以降に関しては、これ盗んだ時に、よくやられる手口で言うと電源落とすとかですね、 SIM カードを抜くっていうのがあるんですけど、それやってもですね、 iPhone の位置情報が分かりますので、盗んでる人のこの動きとかですね、今いる現在地が常に分かります。で、どういう仕組みかというとですね、これ電源切ろうとするとですね、ここに表示されてますけれども、電源オフの後も iPhone の現在地は確認可能って書いてあります。この機能を使ってですね、電源落としたとしても、言ったらですね、近くにいる iPhone ユーザーがあなたの iPhone ここにあったよっていうのをこう常に探してくれるんですね。で、そういう探すってネットワークがあるんですけれども、その機能の中にこの iPhone が含まれますので、電源落としたとしてもですね、24時間以内であれば、どこにいてもですね、この常に位置情報を把握されますので、まず盗んでもですね、相当の確率で、捕まる可能性があります。で、それ以前の機種でもですね、iPhone を探すという機能がありまして、その機能がオンになっていたらですね、拾った iPhone、強制的に初期化ができるんですよ。データ全部消して、最初の初期設定の画面にできるんですけれども、初期設定のところでですね、その人の持ってる Apple ID のパスワードを入力しないと、使えるようになりません。アクティベートっていうんですけれども、これができないので、そもそもですね、拾ってきて初期化しても使えるようにはならないので、その位置がバレなかったとしても、意味がないです。この iPhone を探すという機能はですね、自分でオフにしない限りオンになってますので、相当な数の iPhone がですね、オンになっているというふうに考えられます。続いて、 iPhone12 以降とホテルのキーカードを一緒に保管してはいけません。これはですね、Apple のマーケティング担当のですね、バイスプレジデントの方がですね、このポッドキャスト中で言ってるんですけれども、この iPhone12 以降にはマグセーフといって、ここに磁石があります。例えばこれクリップですけれども、こういう感じでくっつくんですけど、でこの磁石はですね、クレジットカードとかは問題ないんだけれども、そこそこ強力なので、使い捨てのですね、ホテルのキーであったりとか、使い捨てのカードに関しても一緒に保管しない方がいいと思うというふうに言ってますので、やっぱり気にしてですね、ホテルのキーとかですね、一緒にこう、ポケットに入れて持ち運ばないようにしましょう。続いて、オートバイに iPhone を取り付けてはいけません。これはですね、Apple のページにもしっかり記載がありますけれども、エンジンのですね、振動によって、その振動でこう手ブレ補正であったりとか、オートフォーカスに使われるこう技術があるんですけれども、それの性能が低下するという恐れがあります。本当に細かい振動ずっと続きますので、本当たまに使うとかいう場合はいいんですけれども、やっぱりこう常にこうつけるとかっていう方に関しては、こういう情報を分かった上でですね、振動が来ないような対策をするとか、取り付けは臨時的にするとかですね、そういう感じで、まずこういう情報があることを理解した上でですね、特に大きなバイクは振動が大きいので注意しましょうというふうにも書いてあります。続いてですね、磁石を iPhone のこの背面カメラに近づけてはいけません。Apple のページにも書いてあるんですけれども、磁石というよりはですね、磁石を内蔵したアクセサリーということが一般的に言えると思うんですけど、物で言うとですね、こういうなんかこう折りたたみのタイプで磁石でこうくっつくやつとかあると思うんですけど、そういうのの場所ですね、別に磁石はいけないってわけじゃなくて、この背面カメラ周りにその磁石がある場合はですね、さっきのバイクでも出てきたんですけれども、手ブレ補正ですね、揺れてしまってもこうブレてないようにする機能であったりとか、あと、オートフォーカスですね、ピントが自動的に合うという機能が、その磁石によってですね、機能しなくなるという場合があります。
まあ、あのきちんとしたあのケースメーカーが作るものであれば問題ないと思うんですけれども、まあ、極端に安いものとかですね、あとこれまああの完全に手作りで作ったようなもんだなみたいな時には、やっぱりこの背面カメラですね、このカメラの近くに、磁石があるとそういう機能が働かないということを覚えておきましょう。最後はですね、バックアップを取らずに iPhone を使うのはいけません。まあ、これは常に言ってるんですけれども、iPhone の中身はですね、全てデジタルデータになりますので、デジタルデータというのはですね、まあ、いつ消えるかというのは分からないような状態で常に使っています。まあ、基本的に消えないことが多いので、問題にならないんですけれども、やっぱり消えてしまった方も中にはいらっしゃいまして、そうするとですね、まあ、物がなくなったら買えばいいんですけど、こう思い出がなくなったらですね、もう取り戻すことはできないので、やっぱり定期的にバックアップを取りましょう。まあ、あの私の動画でもいくつか紹介してますので、そういうのを参考にしていただいて、まあ、iPhone ともう一個どっかにデータを置いとくという状態に常にしましょう。今日の動画を見てですね、一つでもいいねってとこありましたら、こちらの高評価のボタンを押していただけると幸いでございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。